松田和俊の島唄レディオ。はい、セクスよ中華ラベラカーズこと松田和俊です。ハイタイサリーです。ハイサイギリギリで入りましたね、本番40秒前にスタジオ入れてるねついてはいたんですけどね。ちょっとおトイレの方におトイレゆっくりしていましたら、はい、スタジオ入ってきたらあと40秒ですよと、はい、やばっつってさすがですね。あ、やっぱり僕ぐらいになるとやっぱりこの貫禄というのがあるでしょ、うん、やっぱりこのオフで入ってきて、はい、まあ、この40秒間でこのスイッチを入れ切れるというね。さすがです見習わせていただきます、やっぱりねそこら辺はちょっとねサリーも今からやっぱり、はい、いろんなことをやるわけだから、はいはい、見習っていただけたらなと思いますよ、はい、でも内心ドキドキしてたけどねやばい、入った瞬間やばってたからはい、ということで今日もね、はい、この時間島唄ラジオのお時間となっております、うん、本日も私松田和俊とサリーでね、うん、3時までお届けしていきますので、はいはい、皆さん最後までお付き合いください。お願いします。この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコード、女性専用ドミトリーパレットコザの提供でお送りします。さあ、本日もやってまいりました島唄ラジオなんですけども、はい、なんかいきなりツイキャスに向かって今日おっぱいじゃないですからねなんか叫んでましたけどどういうことですか。はい、ですね、実は私火曜日ね毎朝、うん、はいはい、この FM 小沢のマイオアシスっていう番組、8時から10時までの番組があって、うん、そこでもねツイキャスとかねユーストリームあるんですけども、はいはい、まあ本このなんていうの、放送には載せてないこのツイキャスの話題が、うん、裏の話題がいつもなぜかおっぱいネタで朝から盛り上がるんですよ。朝何時だっけ。朝8時ですね。やばいね8時からおっぱいネタかはい、いやでもまあ世の男性諸君はやっぱりあれじゃない、うん、なんですかね、これやっぱりこのおっぱいの話になると、うんうん、朝からテンション上がって仕事もはかどるんじゃないのかな。そうなんですかね、多分ね。なんか私おっぱいのネタを私が出したわけではないんですけども、うんうん、なぜか勝手におっぱいの話題になるという、はあ、素晴らしい番組だね。そうで、昨日の、このトークテーマが青春だったんですよ、うんうんうん、まあ、そろそろ卒業式シーズンなので、はいはいはい、青春だったんですけども、名言がおっぱいは青春だで終わりました、うん、まあ、かもねかもね。そうなんですかね、やっぱりね。そうだね、うん、やっぱり青春って10代でしょ、うん、やっぱりこの10代っていろんな経験まだしてないわけよ、うん、はいはいはい、だからこの女性のやっぱりおっぱいっていうのは憧れる時期でもありますから、うん、憧れてました。もちろんもう中学生の時なんかやばかったよねやばかった18歳になった時に、はいはい、高速道路で、うん、まあ、これ絶対やったらダメなことなんだけど、うんうん、100キロあ、はいはいはい、100キロ出して、うんうんうん、で手のひらにこのティッシュを、うんうんうん、ティッシュを乗せるわけさ、はいはいはい、で飛ばないようにそのままこの100キロの風圧で、ね、風圧で外でパッて手を出した時の感触がおっぱいっていう話ありましたよね、うん、あ、聞いたことある、はいはいはい、これやってみようとか言って、うんうんうん、あの時みんなで、うんうん、意味もなく高速道路乗ったよね、うん、これをやるおっぱいの感触をそう経験するためにやるがためにね、あれやったことある。でも確かにって感じですよね。まあそうかな、うん、あ、違う、今考えると、うん、そうなのっていう、違うか、うん、でもまあ青春の1ページだよね面白いですよ ね、いろんなこと考えますよね、みんな ね、 そうだね、まあそういうわけでね、うん、まあ、皆様のまた青春でも何でもいいですから、はい、こちらフリートークでやっておりますのでね、うんうん、メッセージ
セージなんかもお待ちしておりますよ。はい、よろしくお願いします。メールアドレス、761@fmkoza.jp、うん、761@fmkoza.jp です。はい、そしてファックスもありますよ。ファックスは098-934-8653、 098-934-8653 です。また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらからも皆さんお楽しみください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。昨日さ、はい、久々に島袋達也くんのお店にちょっと遊びに行ったわけ、うんうんうん、はいはいはい。で、そこでちょっと酔っ払いのおじさんが、うん、カウンターに座ってるわけね。して、まあ、あそこターツのお店はターツが時間が来ると、うん、このライブをして歌を聴かせるっていうサービスもついてるわけですよ、はい、うんうん、だけど僕が行った時にはこのカウンターのおじいが三線を弾いて歌ってるわけさ、うん、カウンターで、カウンターで一人でね、うん、はいはい。で、なかなかな、まあ、腕前だわけ、うんうん、なかなかな腕前っていうのは、まあ、逆の方ね逆の方ねちょっと笑っちゃう感じの腕前だわけさ、うんうんうん、それでさらに酔っ払ってもいたから、うんうんうん、結構手ももつれたりとかして、うんうん、そうね、結構なかなかな腕前だったわけはいはい、はい、ええー、うん、でも味があるね、やっぱりこのおじいとかそういう人なんかの、はいはいはい、我々このプロでやってる人たちの歌とはやっぱちょっと一味違う、うん、やっぱりこの4畳半なんシンガーみたいなね、このお家でやっぱりいつも毎晩酒飲みながら弾いてるような感じの、うん、本当に好きなんだね。そうだね、うんうん、もうあれが面白くて、うんうんうん、で今稽古でやっている曲がもう足びちじやっていう曲を今教えてるんだけど、うんうん、はい、その曲をカウンターで弾いてるわけ、おうと思って、はいはい、しかも今稽古でやってるから話題な曲じゃないですか、うんうんうん、自分の中ではそうね、おう、あーいいね、ああいうのを見るとやっぱり沖縄っていいね。いいですね。なんかあれですよね、うん、やっぱりみんなこう三線民謡みんな好きだから、なんていうのかな、昔から聞いてるから、そう、なんか昔の人たちって独特の味というかね、うんうん、あるね、ね、やってなくてもなんかね、うんうん、ありますよね、そうそうそう、良さがね。このまたやっぱり先輩方っていうのはこの内縄口が上手さ、うんうん、だからこの自然に出てくるこの鉛というか、うん、そのやっぱり方言のこの哀愁というかさ、うん、はいはいはい、それがやっぱり歌に出るので、うん、やっぱりそこら辺は我々ではやっぱり勝てない部分だなっていう、ね、情が入ったりとか、そうそうそう、うん、まあ、テクニックで明らかに僕らの方が全然 上, だ、うんうんうん、上なんだけど、やっぱり味があるなっていうのは昨日だいぶ感じたね、うん、おいいですね。でも大爆笑だったけどね一応大爆笑してる一応大爆笑だったおじさんもいいからやめてっていう感じでね、一曲でいいからっていう感じだったんだけど、はいはいはい、自分はすごい気持ちよかったんだはずね、もうおじさんね、歌い方気持ちよさそうだわけ、うん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 、もうやっぱり笑いながらさ、うん、うちのこと笑い感って言って言うんだけど、はいはい、な、笑い感って三線弾いてるわけさ、うん、あれはもうでも気持ちよさそうだったね、うん、いいね、いいね、はい、ああいう場面見るとやっぱりちょっとほこっとするね。いいだよね、なんか沖縄よかったなって思いますよね。いいだよねいいなんだった今たまに言葉おかしいよねバレた今ちょっといい話してたから流そうと思ったのに、うん、いいだよね、なんかおかしくなるよねたまにね、たまにね、たまにというかよくね、変になりますね、うん、私ね、まあ、はい、ということでね、はいはい、まあ、皆さん、まあね、メッセージなんかお待ちしていますので、うん、まあ、いろんな、内容でもいいのでね、うん、まずお待ちしておりますよ、はい、それじゃあ、一曲いきましょう、はいはい、松田和俊、食いぬ花、どうぞ。庭よ
歌三線の世界ニューアルバム歌三線が11月18日に発売されます。皆さんお聞きください。沖縄音楽のことならキャンパスレコード、おかげさまで創業45周年を迎えました。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど豊富な品揃えで皆様のご来店をお待ちしております。小沢山里三佐路近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。僕の名前はカズ。私の名前はサリー。二人合わせてカズとサリーなのよ。そのままやんけ。街かにいて歌る島歌ラジオケーナーティ。引き続き島歌ラジオをお楽しみください。じゃがじゃん。カズの島歌ラジオ、カズの島歌ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしておりますよ。はい、あ、まあ、沖縄では昨日が16日、うん、そうでしたね、当たりましてね、うん、あの世のお正月ということでね。そうそう、うん、あの世のお正月、うん、何か日が系でもやるんですか？日が系はね、特にやらなかったですね今回は、うんうん、あ、まあ、地域によってだけど、うん、一応でも本当はそんなに16日は、うんうん、ないよね。おさ、まあね、うさげるだけで集まってとか、うんうん、その大きくはねやらないかもしれないですね。そうそう、離島とかそういうところもすごく大きくやる、盛大にやるけどね、あのなんで宮古とかもそうなんだけども、うんうん、あのお盆よか大きいわけさ、16日の方が。あ、そうなんですか。へ、なんでかというと、うん、あの沖縄本島にはそのお墓に行って、まあ、家族が集まってみんなね、うん、あのお参りする、うんうん、あれシーミーがあるさ、うんうんうん、離島はあんまりないんですよシーミーが。あ、そうなんですか。その代わりだからそうやってあの16日マギマギとね、うんうんうん、あのやって、まあ、親戚みんな集まってこのお墓で、はいはい、まあ、銃箱とか何かね、うんうん、うさぎってからやるわけですよ、うん、だからそういうの考えるとやっぱり地域地域によって文化が違うんだね。違うんですね。へえ、シーミーはもう全部沖縄はやると思ってたけど、うん、シーミーはもう本島ぐらいじゃない、離島あんまりない。あ、そうなんだ。ないと思う。へえ、そうなんですね、面白い、ね。石垣島なんかも昨日16日は、うんうん、あの午後から学校休みになって、へえ、それぐらいだからやっぱり大きくやるんだ。そうそうそう、糸満なんかもね、もう旧正月の時は学校休みになるさね、うんうんうん、でも沖縄本島は大体なんか新正の方が最近多くなってるさ。確かにね、1月1日、うん、旧暦じゃなくてね、はい、昔は全部旧正でやってたんです。旧正でやってたんだろうけどね、うんうんうん、なんかあれですよね、ウミン中のところは旧正でね、旧が多いよね、今もね、やってますよね、うんうん。俺も旧暦にこだわろうかなと思って。あ、そうなんですね。今から渋いですね。はいはい。だからみんなが明けおめえしてるけど、うん、何言ってんの。まだ明けてんし。まだですけどって。まだ明けてんしっつって。うん、いいですね。やろうかなと思って、ね。いいですね。誕生日とかも。誕生日も旧正で。旧正で行こうかなと思って。旧暦でね。ええ、やばいんすよ。やばいですね。いろいろやばいんすよ。じ1月16日か昨日が。うん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 、そっかそっか。じゃあまだバレンタインもまだですね。まだだね。だから今から何やろうと。来月もサリーがもらわんときない。あ、そうですね、旧正に合わせ、旧暦に合わせてね。そう、だけどウイスキーボンボンだけ食べれ、ね、食べれないからね、お酒が入ってるやつはね。あれね、はい、あれあんまりなんですよ。お酒好きだからいけるかと思ったんですけどね。あのチョコとの相性が僕はいまいちわからないんですよね。あ、ウイスキーとの相性が、はいはいはい、あの酒を飲みながらポッキーとか食べるの好きだよ。あ、チョコがついたやつ、うん、ポッキー、うん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 、あんなの好きなんだけど、うん、チョコと思って食べたのに、うん、酒がにじみ出てくる感じが嫌なんですよ、うん、そうなんだ。そうなんですよ。へ、俺高齢偶数とかもあんまり好きじゃないじゃないですか。そうなんですか。そばにも入れないし、うん、意外。高齢偶数ってあれ唐辛子をアーモニーにつけるじゃないですか、うん、はいはい、ね、だからうん、あれを飲みすぎるとさ、うん、酔っ払うよいちょ飲む？あ、入れすぎると。入れすぎると。そうなんですか。嘘だ。ほんとほんと。僕らの師匠これで酔っ払ってたから。待って、どれぐらい入れたんですか。あの蓋が全部取れたって。そのままババッと入ってしまったみたい、そばに。酔っ払った。でそのままあんまり酒飲まない人だから。はいはい、あ、そうなんですか。意外。師匠は僕の師匠松田博和先生って言うんですけども、うんうんうん、まあ酒あんまり飲まないので、うん、まあ、このね。パッてかけたつもりが蓋が取れて、うん、この入ってる高齢偶数がそばにババッてかかったと、うん、はい、でそのまま帰ろうとした、食べて帰ろうとした時に、うん、あれちょっとおやおやちょっとおやおや足元がおやおや
可愛い一面もあるんですね酔っ払うらしいからね、まあ、アルコール飛んでると思うんだけどね、飛んでないんだ ね、まあでも匂いはね結構泡盛りですよね。まあそうだね、うんうんうん、だから気をつけていただきたい。そうですね、皆さんもね。だからいつもあれ気になるんですけどこうウイスキーのチョコレートとかこう高齢グスとかも、うん、あれ出ないのかなっていう飲酒、その普段普通の人が食べるような量だったら出ないんじゃない、うんうん、出ないか、少量になるんじゃない、うんうんうん、でもあれを全て飲みすぎるとやばいんじゃないだよね、まあそうですよ ね、ウイスキーボンボンなんかあれまず酒だからね。そうですよね、うん、やばいねやばいねもうほどほどにですね、うんうん、でこれもやってはいけないことなんだけどさ、うん、一回なんかライブリハがあって、でギタリストのちなさんと、うん、パーカッションの、名前田中さん、うん、で終わってからじゃあちょっと酒飲もうってなって、うんうん、その事務所で飲んでたわけさ、うん、したらこの田中さんはお家が那覇なもんだから、うん、沖縄市までリハーサル来てもう帰るの大変さ、うん、でもフリーノンアルビールで、うんうん、飲んどくって言って、で普通に10本ぐらいこの人ノンアル飲んでたわけ、はいはいはい、で電話昨日翌日電話かかってきてから、カース、ノンアルビールも飲みすぎると酔うんだねって言われて、うん、まさかってなって、はい、いやとっても二日酔いしてるわけよって、うそマジでってなって、やっぱり人間この気持ちなのかなって言ってたわけ、うんうんうん、でそれをギターの知名勝さんに話したところ、うんうん、トイレ行ってる時とかに、うん、この自分のビールをノンアルに入れてるわけ、おいだから本人やばい、捕まらなかったからよかったもん。そうですよね、本人はノンアル飲んでると思ってつもりで、もうだからこのやっぱりロッカーの人ってやること怖い、やばいよねぶっ飛んでますね、やっぱりすごいねまあ話これね何もなかったから笑い話だけどね、後から聞いたらねマジやばいからね、ノンアル飲んで二日酔いしてるそりゃそうだよ、マサルさんがビール入れてるんだからノンアルに、ノンアルちょっといけるなと思って飲んでたんでしょうね、美味しいなと思ってね、だろうね、気をつけてね皆さんね、しかも10本飲んだら結構ですよね、結構な量ですよ気をつけていただきたいですね皆さんもね、うん、では、ここで1曲いきましょう、はいはい、ガネコユリコさんで白雲星、島の波が当たった。
けひじゃみわかりやいおてんしらくもにのしておもいしらさおもいしらさちょいさびさびとながもみろくもんさとしがたなとてわしりかにさわしりかにさのことならキャンパスレコード、おかげさまで創業45周年を迎えました。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど豊富な品揃えで皆様のご来店をお待ちしております。小沢山里三佐路近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。松田和俊の島歌ラジオ。島ラジってどんな番組？あったかいんだから的な番組よ。毎週水曜午後2時からカズとサリーでお届けします。メッセージとリクエストは761@fmkoda.jp。 水曜午後2時は島歌ラジオ。僕の名前はカズ。私の名前はサリー。二人合わせてカズとサリーなのよ。そのままヤンケー。間近にいて歌る島歌ラジオケーナーティー。引き続き島歌ラジオをお楽しみください。じゃがじゃん。ハイサイグ水曜中華なびら、松田和俊やいびん。情け歌、足火歌、エイサーブ島で松田和俊の原点と今を結ぶ歌三線の世界ニューアルバム歌三味が11月18日に発売されます。皆さんお聞きください。沖縄音楽のことならキャンパスレコード、おかげさまで創業45周年を迎えました。琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど豊富な品揃えで皆様のご来店をお待ちしております。小沢山里三佐路近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。松田和俊の島歌ラジオ。島ラジってどんな番組？あったかいんだから的な番組よ。毎週水曜午後2時からカズとサリーでお届けします。メッセージとリクエストは761@fmkoda.jp。 水曜午後2時は島歌ラジオ。はいはい、あささはいはい、あささカズの島歌レディオ。さあ、カズの島歌ラジオ FM 小田のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしておりますよ。さあ、本日の沖縄はあんまり天気もね。そうですね、最近ねちょっと雨が降ったりして、今日昨日ちょっと暖かかったけど、うん、今日またちょっと寒くないですか？寒いね。ね、まあ、半袖なんで説得力ないですけどね、ユーストリームとか見てる方は ね、うん、はい、寒いって言ってる割にも半袖何してると、ね、私とカズさんのね、差がすごいよね。温度差がやばいね。まあジャンパーやってるんだけどさ、うん、室内は暑いから、うん、そうですね、スタジオの中結構暑いですよね。なのでね、うん、夏場暑いよね、こっちね。暑いクーラー効かないしね。ね、ちょっとあの山内さんに角度とかどうでもいいから、うん、それから直せと。そうですよね、まあ、そこへ言っといてもらえたら変なとこ見てる場合じゃないよと。そうまずはクーラーから直せと。はい、お願いしますよ。はい、お願いしますね。まあでもサリーもいろいろなところで歌歌っていますけども、うん、はいはい、やっぱりちょっと独特なお客さんとかいらっしゃったりするでしょ？いますね、結構ね、たまにね、うんうんうん、います。どういう感じの方がいらっしゃったの？うんとですね、うん、どういう感じの、うんとね、歌いたがる方。ああ、いるね。うんうんうん、うんうんうん、でステージに上がってきて、はいはいはい、で
歌う方はいるんですけども、うんうん、まあ、まあ、うん。まあ、ね、まあ、なかなかな、そうそう、なかなかな腕前な、腕前で、ね、でもね、なんかそうですね、この年代によってでもやっぱりこのお客さんのあるなんか特徴っていうのが結構あって、うんうん、はいはいはい、なんかあのちょっと年配の、うん、あの、まあ、おじさま方、うんうん、は結構ね、あの盛り上がり方とかなんていうのかな、うん、っていうのが一緒で、まあ、チップをくれたりするんですけども、はい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 、そのなんかチップの上げ方とかも、うんうん、すごいなんか独特というか、お箸に挟んで胸元に刺すとかでしょ、その世代の方たちは結構胸元とかに入れて、ね、ちょっと怪しい感じなんですよ。若い人なんかあるの、なんかやり方、まあ、若い方たちは結構最近の方はもう皆さんティッシュに包んで、あ、だよね、ティッシュに包む方多く、うんうん、はい、多いよね、うん、あ、世代なのかこれで、私はやってて、あ、世代で違うなって最近発見しました。あれじゃない、バブル経験した人なんかお箸ってイメージない？そうそう、遊び慣れてるというか、そうそうそう、ね、バブルの日本を経験した方々はね、うんうん、はい、やっぱりお金たくさん持ってるから、うんうん、はいはいはい、お箸に挟んでやるのかもしれないね、うん、そうですね、なんかそういうのも面白いなって思いながらね、最近ちょっと発見したんですけど、うん、ああ、うん、そっか、はい、面白いね、そういう世代感もあるんだね。ね、そうなんですよ、もう私たちはバブル知らないけど、バブル、うん、知らない僕らも、違うか、うん、ね、すごいはずね、バブルに生きてたらやばかったんじゃんやばかったと思う、多分俺ぐらいになると、うん、バブルの時にバリバリやってたら多分大損してるね、いろいろ何か金はあるさ、絶対ね、いろいろやっちゃおうぜっつって、あの土地も買っちゃえ、この土地も買っちゃえ、はいはい、そしたら今がもうね半分以下の値打ちになっちゃったりとかね、あの時はね、もうこれが一生続くもんだとかね思ってるだろう ね、 ね、中国とかが今そうなんでしょ、バブルなんですか、バブルで、うん、そろそろ弾けるんじゃないかと言われている、うん、そうなんだ、だからその時にさ、はいはい、やばいね、うん、怒涛に迷う方々もいるんじゃないの、またそうですね、だって今のだからバブルだから皆さん今爆買いなのなのかな、ね、そうなんじゃないでしょ、でお金は持ってるわけでしょ、うんうんうん、うん、へえ、この貧富の差っていうのがね、うん、結構ねすごいよね、うん、大きいですよね、中国とかもね、でも社会主義って、うん、この貧富の差をなくなすための社会主義なんじゃないの、あーね、どうみんな平等にみたいな考え方だよね、はいはいはい、資本主義っていうのはあのう、ね、やる気があれば、うん、はい、まあ、もちろんその格差問題なんかもあるけどさ、うん、こんなのやっぱりおかしいよね、そうですね、うんうん、なんなん社会主義って思ったりするよね思いますね、うん、どれが資本主義なん、はい、みたいな、はいはい、まあただ勉強してない俺だけが分からないのかもしれないけどね、いやいやいや、うん、でも難しいですよね、こういうこの辺はね、私も全然分からん、難しい難しい、うん、だから俺は自分で王国作るろうかなと思って、あ、はい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 まあね、うん、数国王になってさ、国王になって、やっぱりこの法律とかもいろいろ考えたいわけ自分で、はいはいはい、例えばどういう法律とかやっぱ考えてるんですか、今も、今もあの、うん、なんていうのかな、3本の矢はあるよ3本考えてる、カズノミクスで3本の矢は考えてはいるカズノミクス怖いな、その時代が来たらいやもうほんと住みやすい時代になると思うよ、考えて、カズさんが、俺がもうカーズさんが住みやすいそうだね一番そうだね、そうだよね、俺が住みにくい国王だったら意味ないでしょ確かに、だから独裁国家にはしたくないけど、うん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 、一応まあ一番俺が住みやすいような憲法を作りたい怖い、そうなった時に私はもうどうしようかな、週末は居酒屋無料とかさ怖いね、やばいね、タバコはどこでも吸っていいとか、吸っていい、タバコはどこでも吸っていい、しかもタバコには税金一切かけないはあ怖いな、カズノミクスやばいね、やばいですね歌いこうか、行きましょうか、日がサリーで、ティンサグの花どうぞ、はいThank you.
カーズの島本ラジオFM 小座のスタジオから松田カズとシットサリーでお届けしておりますよ。俺ぐらいになるとね、このミキサーの、やっぱり僕たちのボリュームを上げるのフェーダーがあるんだけど、それを上げるのを忘れてさーって喋り始めるという、ね、フェーダー上げる前から喋るという、ね、やっぱり気合だね。気合なんですよでやっぱり本番40秒前に入ってきて、パッとスイッチを入れてね、その やり慣れてるこのやっぱり貫禄、やっぱり、すごいですね。すごいですわ、さすがカーズ様ですね、今日なんかでもお便りが少ないですけども、紹介していきましょうか、はいはい。こちらは、カズさん、SM サリーさんSM 小座って言っちゃったからね。FM 小座のスタッフの皆さん、こんにちは。栃木のマングローブです、はい、ありがとうございます。先日ビデオのレンタルショップから1ヶ月間使える半額クーポンが届きました、こちらのレンタルショップはセルフレジもあるので、普段借りないビデオもたくさん借りることにしました。あら、普段借りないビデオってあんなビデオなんじゃでしょ、また怪しいな、あんなビデオなんでしょもう本当にエロいね。時間をかけて厳選したビデオたちをセルフレジに持っていくと、あれ、半額クーポンが使えない、慌てて店員さんに聞くと、この半額クーポンは対面レジで使用可能ですと言われ、それでも借りたかったので仕方なく対面レジに並びました厳選したビデオには、厳選したビデオには豚野郎系もあったので、なんで豚野郎系SM 系ってこと対面レジは男性店員が良かったのですが、順番が来てこちらへどうぞと満面の笑みで若い女性店員さんに呼ばれました、ビデオのラベルチェックされた時にはちょっと恥ずかしかったですよということでね。あ、タイミングだね、何もかもね、タイミングですねタイミングなんですよはあ、そっかそっか。俺でもダメだね、借り、男性店員のちっちゃいビデオ屋ならまだ考えるけど、個人のね、個人的なツタヤとか、ゲオだった、とかはもう絶対無理。もう中に入っていくことすらできないもん、そうだね、若い女性もいっぱいいるし、もう嫌だね確かに。だって、僕らでもだよ、
あのなんか入っていくさ、うん、あれ入ってったよやみたいな、ね、知らない人でもね、うん、気になるよね、なるなる、 M 借りるわけあいつみたいな、なんかそう思うのに、うん、若い女性が見たらもっと余計に変なこと考えて思われてると思うと、うん、もう絶対無理だね。でもまあね、まあ借りるのはね、まあいいんですけども、もちろんもちろんいいんだけどね、ね、恥ずかしい、まあでもあれでしょ、見れ誰も見れないところでは、うんうんうん、まあ借りても大丈夫みたいな、そうだね、うんうんうん、まだそっちの方が俺はいいね、はいはいはい、はい、そうだね、そういう時に限ってタイミングね、絶対女の人にね、知り合いとかあったりさ、うん、はいはいはい、この女性の店員になっちゃったりするんだよね。はい、ね、でもあのうちの平川くん、うん、彼ね、あの1本借りるのに1時間ぐらいかけるらしいんですよ。本気さ。だからやばいんすよ。2本借りたらだからもう2時間とかなるから困っちゃうんですよ、うんうん、やばいね、時間もったいなく、もったいなくねって思うんですよ。本当にこんなに選ぶの、1時間もかけるの。だからなんでかって聞いたから、はいはい、いつせっかく借りるさ、うん、これで、失敗した作品だと、うん、ダメだと、はい、思っちゃうんだって。うんうん、だからうちの平川くん、はい、やっぱり厳選でやっぱり選ぶらしいわけさ。じゃあちゃんとこの1時間かけてやっぱ選ぶから、みんなちゃんと当たるのかな。いや当たらない時もあるって。当たらない時もある。やっぱりこのパッケージで、はいはい、お前はいいねと思ったりするして、はいはいはい、借りていくと、うん、そんな、なんかみたいな感じのもあるわけさ、うんうんうん、だから一応 それなりになんかいろいろなんかやってるみたいよ。へえ、面白いですね、選ぶのも大変だね。ほんとね。ユーストリーム、ツイキャスも結構来てるらしいですね。はい、うん、見てみましょう。さてさて、はい、さてさて、こちらたくさん来てますよ、うん、リンリンさん、大手のビデオレンタル屋さんでは18禁借りたことないです。しかも近所には中学生の同級生女の子いるしって、うん、あったら怖いね。そうね。そういう時に限ってあるからね。うん。うん、でよしひろさん、もうビデオ借りなくても携帯で見れるのにって。おほ。携帯とかでもちっちゃくない画面が。あ、そういうことね。大画面で見るのもちょっとどうかとは思うけど。うんうんうん、一応携帯はちっちゃすぎかな。あー、ダメだわけね、迫力不足なんだ、迫力不足、やっぱりこの迫力にこだわりたい部分でもあるさね、うんうん、一応ね、はい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 、そうね。だって小さいって、ね、貝原さんのこれ何すごい英語できた、読めないよ英語。わだしーさん、まあ恥ずかしいよね借りるのはね、うん、うん。あ、間違えたわけね、間違えたのを送ったわけね、大丈夫、読めなかったから。はい、もう皆さんいろいろ借りるのにもあれがあるんだね。そう、やっぱりみんな試行錯誤してるわけね、悩んで借りるわけですよ、悩んでるわけね、いろいろね、はい、こちらもう1つありますよ、うん、メール、はい、田舎のすずむしさんです。はい、ありがとうございます。カズ様、サリーちゃん、こんにちは、うん、梅が見ごろで日曜日の午後バードウォッチングに行き、可愛いメジロが白い梅の花の蜜を吸うのを見ましたって、うん、おー、いいですね、いいね、うん、もう春だね、春に咲きがけ、喘息、花粉症、そしてこれなんだろう、何縁だろうな、漢字が無剣、うん、剣なんとか縁、剣ちょ剣剣症縁、剣症縁って読むのかなこれ、うん、のため病院やだるはずね、接骨院での治療を始めましたって。そうなんだ、大変だね。そうですね、うん、花粉症ね、花粉の時期は大変ですね。サリーちゃんがお一人での生放送の時にニコニコ笑顔を絶やさないでお友達と務めてくださり、嬉しく励まされました。うん、ハズが来てくれた時ですね。はい、春先は心身のトラブルも出やすいのですが、松田さんもお体お大事に励んでくださいね、田舎のスズムシよりって。ありがとうございます、はい、いつもありがとうございます、もう気にかけていただいて、ね、でも、うん、バードウォッチングっていいね、ね、かっこいいですね、行きたいな、俺も洒落てます。本当ですか、本当に本当に、うんうんうん、僕そういうの一応好きではあるんですよ。あ、そうなんですね。ただこのやっぱりお尻が重たいっていうの、あ、まあそうですね、あれ腰か、腰が重い、腰を持ち上げるっていうのは誰、あーっていうのかな、なんかあるよね、うんうん、はいはい、うん、そこでやっぱりね、うん、この IQ が出てくるね。でも私も分かんない、お尻が重たい、でも意味は通じますよ、うんうん、なかなかその行こうっていう気にならないだけで、沖縄でもできるの、ヤンバルとかでできるのかな、できるんじゃない、ヤンバルあたりは ね、うん、ヤンバルの滝行ってみたいんですよ、行きたい、
俺行ったことなくて。ナイサリもないです。行く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 行きたい。行く？はい。手つなぐよ一応。そう。うん。そう行く。手つないで一応歩いていくよ。そうなんですね。リュック背負ってさ。リュック背負って。手つないで。リュック背負って弁当はサリーが作ってくれて、うん、手つないで一応行くよ。あ、うん。ちょっとスケジュール確認しましょう。そうなんですよ。まあ、そんなやつなんですよ。あ、まあ、3月にそういえば入るといろんなイベントがあってさ。あ、そうなんですね。うんうん、うん、まあ、3月4日は三振の日ということでね。そうだね、そうですね、ありました。読谷の大鳥ホールで、あったり、そして3月5日は音楽村でね、うん、また歌遊びコンサートと題しまして、はいはい、今回はもういろんな大御所の民謡歌手を、うん、そうですね、うん、招いて、うん、まあ、我々も分かって、うん、神谷千尋と私と出て、また素晴らしい音楽ステージが、しかもこれ無料なんですか。観覧無料なんです。素晴らしい、すごいね。で3月8日になりますと今度はサンバの日ということで、うん、そうですね、3月8日でサンバの日、うん、もうそうそうたるメンバーがね出演しまして、うん、まあ、そこでサンバ講習会があって、うんうん、それで、民謡ライブもあるということでね、はい、こちら3月8日、2000円かな、うん、2000円ですね、うん、参加費が2000円となっていますので、はい、まあ、本当に気軽に楽しめるコンサートやらね、うん、まあ、そうやってサンバの講習を受けながら民謡を楽しむイベントもありますのでね、うん、ぜひ皆さん3月はもう沖縄に来ていただけたらな。そうですね、いいですね、はい、たくさんイベントありますので、うん、ぜひぜひ。こちらメール読めないんですけども、うん、来てます。あ、来たね、こっち来てるね。来てますか、はい、よ、ダンマツ&サリー、変態エロクソジジイです。はい、センキュー。早速週末は居酒屋を無料にするってレベルの低いことを言ったダーマツ、ダーマツ政権絶対に阻止します。で、変態クソ政権になった場合、うん、週末はおっぱい触って怒られないってことにします。プンということ。バカらしいので失礼しますからのアディオスということでね。はい、ありがとうございます。バカだね。ほんとバカだね。週末はおっぱい触っても怒られないって。怒りはしないけど、うん、捕まるね。捕まるね。お前捕まっちゃう。捕まっちゃうね。捕まっちゃうね。はあ、もうみんな同じだな、確かに同じだみんな。やっぱ男性は、うん、やっぱりいつまでもこの少年だよね。そうですね、うん、俺なんかも中学生レベルのいたずらを、うん、長期間にわたってやってきたんですけど。長期間、何したんですか。まあ、例の平川くん、はい、またターゲットは。うん、彼の、うん、まあ、新しくできた彼女さんのお家も知ってて、うん、はいはい、彼が住んでるアパートも知ってるわけですよ、うんうん、まあ、仕事とか何かで、うん、そこを通るときに彼がいたら必ずこの車のワイパーを上げるんですよ。いるそれ、いるいる。ワイパー上げて、うん、後ろのワイパーも上げて、うん、助手席だけのミラーを曲げるんですよ。なんで助手席だっけ。で、運転席がすぐ直せるさ。はいはいはい。で、またワイパー上がってるってなって、うん、ワイパー下ろして、うんうん、後ろも下ろして、うん、で、よっしゃ行こうと思った時に、うん、助手席の、ま、ミラーが曲がってるから、うん、っつってまた降りて直しに行かないといけないという作戦をずっと長期間にもたってやったわけ。地味なやつね。しかもやって別にこちらから何も言うわけでもなく、はいはいはい、あいつも誰がやったか分からないから、分かんないんだ、僕に言うわけでもなく、うんうん、それを長期間にわたってやってたわけ。嫌がらせたってって思ってたはずね。で、昨日とうとう白状してね、うんうん、あ、言ったんだ、うんうん、分かってましたよとは言ってたけど、あ、本当、うん、で、本当はドキドキしてたはずね。誰か自分のこと嫌いなのかなってから。変態やることじいじいさん、うん、バカはお互い様ですっぽ、うん、ということで、うん、いや絶対俺の方がいいけどね。IQ は高いけどね。はあ、俺が小学生だったら変態エロクソじじいさんはまだ胎児だと思う。お腹の中。まだ胎児、それぐらいやっぱり知能がね。はあ、このなんかもうこのあれ比べてるあれ感じがあるな。もう小学生のあれだね。あ、バカっていう方がバカだしみたいな。あるね、あるね。あったあった、うん、あれも超くだらんかったよね、うん、でもまあこの子供心がねある方がいいですよね。そうだね、うん。はい、ということでね、はい、まあ、今週もね、まあ、もうそろそろエンディングになりますけども、最後の曲、うんうん、1曲ね、お時間までかけていきましょうか、うん、はい、徳原誠文さんで、花くどち、どうぞ。She's in a-
中島は炭治と三島重ねて花の島ややに小石の花境昔たといの糸やなじ火事のおそままなりそみろ海のにおいやちじもら玉のよちよにたよてさこ花の色かじみじらしや日々の営みの行きてもはや恋路の読みの間にこらそいきがの足び場所咲きあいきがのにみそいて年に一度の八花の日地地に水なはうまんちょのそろて足ぼろにぎやかさことや三心音そろておたやおどいにまじりあいのもろみざきにまさてりょうちょうじまんのかみかたちさちょろなんじゃのみごとさみ花にたとえてさあ、あっという間にエンディングを迎えましたけど、はいはい、いやいや、今週もね、いろんなためになる話をしてきましたねためになりましたはい、ということでまだライブプチしていきましたよね、はいはい3月4日は、そう読みな大鳥ホールで三種の日が、行われます。三種というのは整理券がないといけないので、まあ、整理券がない方はちょっと入れないとは思うんですけどもね、僕は第2部に、出演いたしますよ、はい、でそして、三種の日の翌日3月5日は、音楽村歌遊びコンサートに私松田和俊出演いたします。出演が山里由紀あとよ変活子神谷光一さんたまにそして松田博一、前川主権、神谷千尋、そして私松田和俊となっておりますよ。開演が午後4時から8時となっておりますので、ね、まあ、観覧は無料ですので、うん、ぜひぜひ皆さん3月5日は音楽村の方に遊びに来ていただけたらなと思います、はい、で、3月8日になりますとサンバの日、サンバ講習&民謡ライブがあります、こちらはですね、出演が多場誠心さん、照山荘さん、具志堅京子さん、比嘉真知子さん、いつみグループ、我如古依子さん、遠間清子さん、新垣さゆりさん、与那覇徹さん、玉木千春さんで、そして私松田和俊となっていますよ。会場が18時30分からで、開演が19時となっております、参加費がですね、2000円となっておりますので、皆さん3月8日はぜひ沖縄市民会館中央ホールの方に遊びに来ていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私ライブ告知です、3月6日日曜日、そして11日金曜日、そして19日、土曜日ですね、
那覇の国際通りにありますカナグスク、はいはい、近所と書いてカナグスクというライブ居酒屋でライブがあります。7時から、7時半からですね、ライブスタートで遅い時間までやってますので、最終ライブが10時からですのでね、皆様ぜひ沖縄にいらっしゃる方、また沖縄に遊びに来る機会がある方、見に来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコード、女性専用、パレット小座の提供でお送りいたしました。はい、いや今週もあっという間でしたね。あっという間でしたね。来週はもっとこのためになるようなね、はい、話題を我々喋っていかないといけないから。そうですね、皆様のためにね。もう僕も今帰ってすぐ新聞読まないといけないんでそうです、その時間ですね、ですね。それではまたちょっと忙しいので皆さんまた来週、お会いしましょう。はい、本日のお相手は松田和俊とサリーでした。バイバイ。バイバ七七万。